の北野颯太、この大事な一戦にスタメン起用されています。昨シーズンはこのルヴァンカップで3ゴールを挙げてニューヒーロー賞に輝いた。一方今日ワントップに起用される山崎、香川真司は逆サイド、上条の先、山中、はい、クロス、ここで原川、中に上田が入っています。パウリーの勝負、その上田にスルーパス、左足で折り返す、キムジー、うわーっと入ったか。先制ゴールは京都、最後山崎か。いいコースでしたね。上田のクロスから山崎、亀田抜けてきて折り返す、レオセアラ、オーバーヘッドだ。決まればスーパーゴールだったんですか ね、 そうですね、左足で打ちに行きましたから ね、 そうですね。香川取れずにカウンターを仕掛ける京都、ワイドに出して木村、前を向いた、ここでシュート、キム・ジンヒョン止めた、またスーパーセーブ、香川慎、さすがです。さあ山中に出して加藤睦月の先、中原だ、こぼれたところ、亀田、まだある、オフサイドフラッグが上がりました。山中運んで切り返して香川、逆サイド、松田陸ヘッド、こぼれたところ、亀田守った、京都、へー、選手のパスもね、もう狙いを持ってあそこ入れてるんで、はい、気づいてなかったですもんね。ここも背後から入ってきて、アピアタビア選手ね、はい、体でぶつけてパスしましたね。そうですね、キーパーの前、そのまま行ったか、貴重な貴重な追加点、京都サンガ FC、 山田の左足から2点目が生まれました。大きいですね今のは、まあ、中にセンターバックも3枚上がってきてたんでね、はい、そっちに気持ちもいったんでしょうね。加藤睦月に出た、浮かせて香川が来る、ホイッスル、あー、そしてここで試合終了のホイッスル、0対2、京都サンガ FC 勝利を収めました。